はい。でね。雑 <laughs> 談ばっかりで終わってしまいましたけれども、まあまあまあ、世界史的な知識。 ということでは無駄ではないんだけれどもね。あの、で、まあ、あの、山内志郎さんなんて方のね、本とかがありますよと、普遍論争に関してはね。まあ、でね、あの、山内さんってね、あの、まあ、これ本当に完全な雑談で、完全にくだんない知識なんですけど、あの、トリビアの泉っていうね、テレビ番組がね、昔あったんですよ。みんなもう知らないかな。今の大学生は知らないのかな、トリビアの泉って。でね、あの、まあ、トリビアって無駄知識のことで、まあ、なんかあの、どうでもいい無駄知識を をね、あの順番に披露していくっていう番組でねまあな何があったろう結構面白い番組だったけれど例えばあの「ニュートンのリンゴは」 まずいとか、なんか、それとかあの、アンデスメロンってありますけど、アンデスメロンのアンデスは、アンデス山脈のアンデスではないって、安心デスメロンの略であるとか、なんかそういうね、無駄知識を教えてくれる番組なんですけれども、そのコーナーで、トリビアの種っていうコーナーがあって、視聴者から寄せられた疑問を実験して、それを新たにトリビアとして登録していこうみたいなね、コーナーだったんですよ。一番お金がかかってそうなコーナーでしたけれどもね。あの、桜の花びら、桜の花びらは合計で何 何かそういうことをねスタッフ総出で数えるとかねでねその「トリビアの泉」の中の「トリビアの種」っていうコーナーでねあの心理学者とか、えー、哲学者とか文学者とかそういう笑いを研究してる人たちが集まって、えー、一番面白いギャグは何かって考えたら最高に面白いギャグができるんじゃないないでしょうかとかっていうあの 依頼が、調査依頼が寄せられてね。で、その時、まあ、プロジェクトチームが組まれたんですよ。いろんな心理学者とか、哲学者とかもいてね。そういうプロジェクトチームが組まれた時に、哲学者として代表でそこに出てた、あの、笑いを研究してる哲学者っていうのでね、山内志郎さんだったんですよね。で、まあ、あの、そのチームがね、 どんな笑いを、どんなギャグを、最高に面白いギャグを生み出したかっていうのはね、あの、まあ私の口から言わないでおきましょう。調べたらね、あの、誰かがね、YouTube とかに違法でアップロードしてるのはあるかもね。で、タモリさんがね、出てる、タモリさんが司会で出てる番組でしたけれどもね、司会じゃないのか、パネラーか、タモリさんはそのギャグをね、あの、俺結構これ好きだとかって言ってたりしましたけどね。うん で、まあ、ちなみにその最高に面白いギャグを代表でね、こう、あの、実際に、こう、言う役割を果たしたのが山内さんでしたけれどもね。で、もう一回ね、あの、しばらく経ってから、あの、似たような依頼が来て、 世の中には笑いを研究している学者がいっぱいいると思いますけれども、そういう人たちが集まって、最高につまらないギャグを考えたら、それはとってもつまらないギャグなんじゃないでしょうかっていう調査依頼が寄せられてね、またあの山内さんをはじめとしていろんな学者先生たちがね、こう集まってね、今度は最高につまらないギャグをね、考えてましたけどね、うん。まあちなみにそっちもね、あの、そっちを披露したのは山内さんじゃなかったですけれども、あの、タモリさんがね、うん 確かにこのギャグはつまらねえとかってね、あの、そんなコメントしてましたけど、まあ、完全に余計な話ですね。で、まあ、あの、スコラ哲学ね、あの、まあ、中世の、中世、えー、といっても、あの、11世紀頃でしたけれども、12世紀、11世紀頃をね、あの、えー、前回扱った、えー 人たちは10、十、十二世紀、十一世紀ぐらいの人たちでしたけれども、本当に人気がないですよね。本当に人気がないジャンル、哲学でも。あの、スコラ哲学研究してる人なんてどれくらいいるよって思うんですけどね、日本でね。本だって出ないでしょうね。フランス現代哲学とかの本だったら、 あるいは、ウィトゲンシュタインとかね、ハイデガーの本だったら、バンバン出版社も出すけれども、ある学者がスコラ哲学の本を出版したいんですって言っても、出版社はなかなか、うちで引き受けましょうとは言ってくれないだろうな、っていうぐらいの、あの先、先ぼ先細りしてるジャンルで、大体いいヨーロッパ人が研究するのですら大変なジャンルじゃないかなと思いますけどね。だって、スコラ哲学のその人たち、まあ、 ドゥンス・スコトゥスとか、ウィリアム・オッカムとか名前出しましたけれども、ああいう人たちの書いたものだって、すべて今本になってるかって言ったら、それは多分怪しいんじゃないかと、なと思いますけどね。もしくは一回本になったけれども、何十年前に本になっている、ずっと絶版状態だとかね。で、 だから、スコラ哲学に関する貴重な文献資料があったとしても、例えばもう本になったことがなくて、どっかの山奥の修道院にずっと保存されてるだけとか、なんかそういうこともあるんじゃないかなって気がしますよね。だからそもそも資料とか文献を手に入れること自体からもう大変だろうなっていう。手に入れたところでね、それ、ラテン語ですからね。ラテン語に精通してないと。もう現在ほとんど使われてない言語ですが、古文みたいなもんですからね。 ラテン語に精通してないと読めないし、ましてやそれが日本語に翻訳されることなんてないですからね。まあだから日本でね、ああいう学問研究してる人たちってラテン語スラスラなんでしょうけどね。すごいが、すごい言語ですけどね。あの、英語でもね、あの、ゴーがウェントになったりね、ゴーズになったりいろいろ活用しますけれども、ラテン語ってね、あの、1個のね、あの動詞が30個まではいかなくても30個近くね、 活用するような学問なんですよね。で、こういう名詞まで活用するしね。あの、えー、っと、ブルータスがっていうときはブルータスでいいんだけれども、あの、ブルータス、多いブルータスって呼びかけるときはブルートーってこう活用されるとか、あと、ブルータスオとか、ブルータスを殴るとか、ブルータスのなになるときはブルートゥムとかになったりね。そういうね、固有名詞まで活用するね言語ですからね。まあ、 余裕で読めちゃう人はね、やっぱり日本にもいるんですけどね、すごいもんですけどね、あの修行というか。というところであの雑談ばっかりだな、本当に。で、えー、っとね、前回あのヒュレイとエイドスっていうのに、 こだわりましたよね。ヒュレイとエイドス。で、私はあのヒュレイのことをずっと材料材料って言ってましたけど、あのみんなにわかるようにね、ヒュレイが材料で、エイドスが、まあ、あのエイドスまたはイデアと呼ばれるような、軽装と呼ばれるもの、そのものらしさだよって言ってま,したますけれども、あの、皆さんが他の授業とかで、あの、 罰をくらったらやばいから言っときますけど、私は材料って言いましたがあれ、ヒュレーって正確に質量ね。質量って書いてね、あの厳密には。哲学用語としてはヒュレーイ,イコール質量ですから。で、エイドスが係争です。というところで、えっと、レジュメをね、見ながら進めようかなと思うんだけれども、まあ、レジュメのヒュレーとエイドスって項目をね、あの、すごく濃密にやったんだけれども、このヒュレーとエイドスってレジュメのところに、えー えっとですね、あの、デュナミスとエネルゲイアっていうのがあると思うんですよね。まあ、これがね、大事なわけですよ。えー、ちょっと語源的なことを言っておくと、デュナミスって、あの、力って意味です、もともとは。ギリシャ語であの、ダイナミックって言葉があるでしょう。ダイナミックって日本語に訳すと、力動的、力が動く的と書いて、力動的っていうんですけれども、あの、 まあ、ダイナミズムは力道論とかって言ったりしますし、えー、力が動く論理とか言って、ダイナミズム、力道論って言ったりするんですけれども、えー、まあ、そういう意味でね、あの、語源になったあのデュナミスっていうのがあって、これ可能体と、えー、よく言われます、えー。力という意味なんですけど、で、つになってるのが、えー、エネルゲイアって言います。えー、この、こっちらエネルゲイアはもう、 もうあの言葉の響きで気づきますよね。エネルギーの語源ですよね。エネルギーだって力じゃねえのかよってね、みんな思いますよね。あの、デューナミスも、ダイナミックもエネルギーもどっちも力に関する言葉じゃねえかっていう話なんですけど、まあそれをね、ちょっとおいを説明していきますけれども。で、デューナミスは可能体とよく言われます。可能体。で、えー、っと、 ついになるエネルゲイは、エネルギーヤは現実体と言います。で、この可能体と現実体、デュナミスとエネルゲイヤとはどんなものかと言いますと、えー、っとね、なんか時間が微妙だな。ちょっと早いけどここで切った方がいいのかな。じゃあちょっとここで一回切りましょう。